ナッサウ公国は19世紀のドイツに存在し、ナッサウ家が統治していた両方国家である。この両方はライン同盟に加盟し、後にドイツ連邦に加盟したが、1866年の広島戦争において敗れたオーストリア側についていたため、プラハ条約によりプロイセン王国に併合された。1806年7月17日、 ナッサウ人間公国とナッサウバイルブルク公国は、ライン同盟に加盟した。両国は、その後、ナッサウ人間公フリードリヒアウグストの下で、同年8月30日に合併し、ナッサウ公国となった。フリードリヒアウグストは、死後、フリードリヒビルヘルムを、ナッサウ公爵くらいの後継者にする予定であった。ところが、1816年1月9日に、フリードリヒビルヘルムは、 巨城のバイルブルク城の階段から転落して急死し、フリードリヒ・アウグストも同年3月24日に亡くなったため、ナッサウ公社区はフリードリヒ・ビルヘルムの長男ビルヘルムが継承した。1814年から1815年に開催されたウィーン会議の結果、ドイツ連邦に加盟し、1816年にはビースバーデンに首都を移した。1866年に 広島戦争が勃発した際、ナッサウ公国はオーストリア帝国側に着いたが、オーストリアが敗れ、プラハ条約が締結された。この条約で、戦勝国であるプロイセン王国は、領土や賠償金をオーストリアに対しては要求しなかったが、ナッサウ公国を含むいくつかの両方はプロイセンに併合された。ナッサウ公国の給料は、 旧ヘッセン選定公国と共にヘッセンナスサウ州に再編された。同時に当時のナスサウ公アドルフは廃位されたが1890年にルクセンブルク大公に迎え入れられ、以後現在までアドルフの子孫がルクセンブルク大公位を継承している。ありがとうございます。